食7チャンネルでございます。吉村さん、おはようございます。おはようございます。いや、早いもんでね、もう3月入りました、はいはい、ちょっと焦ります ね。でも結構ね、もう暖かくなってきたんで、はいはい、花苗もまたね、はいはい、この時期出回るものも増えてきて、そうですね、最近ちょっとこう寄せ植えにこう向くような、あ、今直植えすると春に可愛く咲くぞっていうような宿根草とかね、そんなのがいろいろ入ってきてちょっと楽しい感じ。ね、まずすぐこの脇にあるこれ、先月も使ったんですけど、ハーデンベルギア。ハーデンベルギアもね、はい、人気ありますからね、はい、今が旬ですよね、うん、そうですね、はい、先月はちょっとつぼみが、うん、まだ固かって花の色が分かりにくかったんですけど、同じ苗が1ヶ月経ってこうやってしてもう一番見頃になりました、うんうんうん、これ今2色あるんですよ。3色ですね、はい、ちょっとピンクがかった、はい、そうですね、真っ白と、それからこの軸がほら赤い、あ、確かに、はい、軸がちょっとね、色づいてますね、はい、小豆色で白っぽいんですけども、うんうんうん、この軸が小豆色と本当に純粋に軸も緑でこう爽やかな白っていうのとね、はい、3タイプあるので、寄せる周りの植物に合わせてこう使い分けたらいいかなと思います。またよくね、こう使われるこの紫と言いますかね、はい、うん、この色もね、すごく今いい花付きで、そうですよね、割と購入するときってこれぐらいのサイズで、私の場合はハンギングバスケットとか寄せ植えに使いたいので、なるだけちょっとこうコンパクトで花が咲いているっていう、そういう株を探して、まずはそこで楽しんでから後から直に下ろすっていう風に大体するんです。それからオステオスペルマムが出てきました。あ、これもすごい斑入りですね、はい、そうですね、これから3月はオステオスペルマムをどんどん使うんですけど、うんうん、その中でもこれは葉っぱを楽しむザイールっていう品種なんです。おー、花も白くてとても清楚で可愛いんですけど、そうですね、うん、花が終わった後も結構一年中丈夫でそのまま庭にいてくれるので、うんうん、こう刃物として私はこれは重宝してます。いや、綺麗ですもんね、この斑入りも。ただ性質としてはこう横にこう張っていくっていうことはなくて、どっちかというとこう縦に縦にこう、うん、上に上がって、はいはい、伸びていく品種やっていうことはちょっと覚えておかれた方がいいかもしれませんそしてその隣にあるこのグレビレア、この子と合うと思いませんか。あ、本当ですね、はいはい、うん、まあ、オーストラリアからこう来たかなと思うんですけど、うん、このグレビレアも花壇に入れたらあまり大きくならずに、もう暑さにも寒さにもそこそこ丈夫で、水やりもあんまりいらない、すごく重宝な子なんです。で、それでいてとてもこう造形的っていうかね、でもそんなにこれも大きくならないんですよ、うん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 、これ1個でそのままこう綺麗な鉢に入れて置いてもいいと思うし、こういうものとの組み合わせもいいし、この前回紹介したクリスマスローズなんかにも雰囲気ね、雰囲気この辺合いますよね、はいはい、ちょっと想像が広がると言いますか。そうですね、はい、じゃあそれから、うわ、これもすごい、はいはい、雲がたなびくように、もう今使わないといつ使いますかっていう感じですね。そうなんですね、はいはい、プリムラマラコイですってね、昔からよくある品種、そうですね、はい、それの寒さにも強く、うん、で色がこうライム色のがこう出たんですよ。それのイーライムピコティって言ってね、ほんのりとこの縁取りのところにピンクがこう乗っている。これ2種類入ってる、ね、2種類あるんです、はい、はい、いや、まさに本当に雲のようなね、はい、ちょっと色っぽいと思いませんかキューッと固くね、こう立っているっていうよりはこう風とか、それか雨の重みなんかでこうふわーっとこう寝てしまったりするんですけど、そこからまた立ち上がってこうふわーっとこう、うん、自然に暴れてくれるっていうかね、雲がたなびくようなそういう風なこう景色を楽しみたいときに、庭のあちこちに点々点点とこう置いて流れを作るととてもいい仕事をしてくれると思うんです、はい、この隣にあるのはローダンセマムなんですけど、ローダンセマムも今が旬で、これから4月いっぱいぐらいこう
咲きますけど、結構花の色がいろいろあるんです。ね、すごく今花色とかね、はい、種類も幅広くね出てますけど。で、葉っぱの色もちょっと濃い緑だったり、白っぽい、こうシルバーがかったものだったりとかあるので、それもこう周りに寄せるものと合わせて考えられたらいいと思います。確かにちょっとこのシルバーリーフと、はい、こうパッと開くまでのつぼみの状態と、はいはい、そこの変化もね、そうですね、そうですね、結構魅力的なね、うん、はいはい、つぼみが私は実は可愛いかなと思ったりなるほどね、はいはいはい、結構だからつぼみもいっぱいつくんですね。そうですね、花つきすごく良くて、花つきすごく良くて、でも暑くなってくると群れたりすることが多いので、うん、使い頃としてはちょうど今頃がいいかなと思いますね。これはちょっとレンガ色のね、本当ですね、はい、マーズってこのレンガ色も私好きでね、よく使うんですけど、ちょっとこう沈んだ黒っぽい感じになりますけど、かっこいい感じにしたいときにはこの色いいですよね。割とローダンセワムって華やかなイメージもありながら、はい、ちょっとアンティークっぽいね、そうです、大人向けの感じもね、はいはいはい、して、やっぱりそういう作品作りにも結構使われる。そうですね、で伸びてくるとこう茎がシューッとこう上がって、高いところでこう花が咲いて、うん、ふわふわふわっとこう揺れるような品種から、這うように、地べたを這うようにこう作品種までいろいろあるので、今ここにあるのはだいたいこうふわっと縦に伸びる品種が多いですかね。ちょっとその辺選び分けた方がいいかもわかりませんね、はい。でじゃあ次、今度はこれね、私初めて使うんですけど、これなんですか、かわいいでしょ、かわいらしいな。オーストラリアンデイジーってね、ローレンセラ、はいはい、なんですか、まあ、これ一年草なんですけどね、はいはいはい、一年草だけど使いたくなる、こうちょっと魅惑的な可憐な ね、 そうですね、こうふわ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 ってポヨンポヨンってこう、もうね、なるのがね、今揺れてますけど、可愛らしい形で、そう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 、なんかこうそそっとした感じのね。これは今ちょっと固めの状態ですか、これ開いてくるんですか。ね、お天気のいい日これふわっと開いてると思うんですよ。そうなんや、今日雲、雨模様やから、今日、ね、画面で分かりにくいんですけど、はいはい、今日はね雨なんです、はい、晴れてたら結構開いてくれるんですよ、はいはい、でこれでも閉じてる姿可愛いと思いません。めちゃくちゃ可愛いですね、うんうん、これもなんか一つの魅力ですよね、はい、開いてると平凡なデイジー、うんうんうん、っていう風にも見えるんですけ ど、 なるほど、ちょっとこう曇りの日にね、ものすごくこう魅惑的それから次、これはね、よく見かける、皆さん見かけるかな、ね、と思うんですけど、リクニスってね、うん、でもこれも葉っぱがあんまりこう広がらずに、うん、下の方でロゼット状にこう小さくいて、シューッとこう茎が上がって、うん、先の方でこういうこう切れ葉のね、細かい花がこう咲くのがとってもちょっと面白いかなと思うんですけど、ボリュームっていうのはちょっと山野草に近いね、趣を感じるような、はい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 、そういう植物ですよね、はい、こういうのもね、寄せ植えに使ったらとってもいい味出してくれると思います、うんうんうん、これも寄せ植えにするの楽しみです。清楚な感じもして、ね、はいはい、それから同じようにシューッとこう立ち上がるもので、これシレネセリーナ、シレネですね、はい、これはね、うん、シレネなんですけど、ほら葉っぱがこう 赤黒くてちょっと綺麗と思いませんか。そうですね、めちゃくちゃ渋い色してますね、うんうん、これそうだから花が咲く前の方がもしかしたら綺麗かもっていうような、カラーリーフの価値もね、すごく高くて、両方楽しめますね。そうですね、開花と、うん、バスケットなんかに使ったら、うん、最初こうぐーっと引き締めるのに地のことをして、これをたくさん使って、うん、ある日突然パッと花が咲いたらガラリと全然違う景色になるっていうような、いい、ね、ちょっと面白い感じが狙えるかもわかりませんね。でこの隣にあるのがジャスミンですけど、ジャスミンもね、はい、この時期欠かせないアイテムですけど、はい、羽衣ジャスミンもこれ花が開くと白くなって、うんうんうん、でも花が開く前はこうこんなに、こんなに赤黒いっていうか、ね、深い色してるんですね、深い色で、ほらちょうど隣やったらこれとこれとほら合うと思いませんか。ぴったりですね、ぴったり合いますよね、相性いいですね、これだから
花よりどっちかっていうとこの葉っぱの色とか形とかね、それとかこのつぼみが開く前の、あの色とかね、そういうのを私はよくあの見るんですけど、羽衣ジャスミンも結構こうワイルドに育っていくイメージありますよ。そうです、これはもう植えてしまうとね、もう手に負えないので、私はあの寄せ植えにされておくのをおすすめしますけど、かえって寄せ植えとかハンギングに使って、はい、時期が来たらまた、はいはい、でもう決して地面に降りないようにちょっと高いところに鉢を置いとく、ね、あの地面に接してしまうとね、すぐそこから根が出るんですよまあなんかね、広いお庭ある方はアーチとかね、はい、そういうところにワンと、うん、広がらせるっていうのありますけど、はい、でも香り豊かですけど、そうですね、はい、でも後が本当に大変なのでそれを分かった上でこれはあのお使いになるのをおすすめしますっていう感じで、でこの隣にあるのはそれの斑入りの葉っぱのミルキーウェイっていう品種ですね。そうですね、ほらこう新芽がほら白、うんうん、あの薄いクリーム色でしょ。そうですね、これも全くね、はい、雰囲気変わりましたけど、はいはい、っていうのがあり、うん、それからこれはあのさっき紹介したローダンセマムですけど、今度はアプリコットジャムっていう、アプリコットジャムもね、アプリコットのね淡い色、はい、この、ね、この色もあの何とも言えないこう優しい色でね、うん、はい、でそれに合うように今度は金魚草のフォレストマリアージュ、わこれは綺麗な斑入り、はい、金魚草なんですけど、うん、もう葉物として私はあの使うんですけど、うんうんうん、あの複雑にこうあの鳥からっていうかいろんな色が入ってるので、脇役としてねいろんな使い方ができますよね。確かに、でもこの並びで見ると、うん、明るい斑入りとピンクの花色で、はい、ものすごくこうポップな感じするかと思いきや、うん、やっぱりちょっとこう落ち着きもあるというかね。そうですね、あの渋くしたい時に使いますよね。こういうの見るとたくさん仕入れちゃういやいい時期ですね、はい、はい。じゃあちょっとここに登る、これはあのハンギング向けっていうよりは寄せ植え向けとか、はいはい、また直植え向けなんですけど、うん、ビバーナムティヌス、うん、これも花が咲いてくるとパーッとこうあの薄い桜色っていうかほぼ白なんですけど、あの花がつぼみの時にはこうやって赤くてね、で軸も赤くてちょっとすごいなんか上にピーンと伸びてますよね、うん、直植えするともうちょっとこうボリュームがこうあの出てきますけど、庭に植えたら巨大にならずに、うん、割とおとなしく少しずつ大きくなって、はいはい、ずっといてくれるから、 あんまりお手入れしたくないようなお庭にね、あのとってもおすすめできます。そしてこれがラナンキュラスのバイカラ、ね、バイカラになってればいろんな風にこう組み合わせできますよね、はい、ラナンキュラスも本当に色幅と形、はい、品種の数もすごい多いですよね。そうですね、で、うん、あの昔は春の花だったけども冬、うん、だいぶ早くからこうずっと使い続けられますよね。で葉物としてロータスコットンキャンディーでしょ。これは柔らかい感じの、はい、そうそうそう、もう柔らかい、見た目でわかりますよね、ふわっとした感じにできるので、うん、これはもうあの脇役として、うん、はい、名選手ですね。でそれからここにあるのが、これがローダンセマムのさっき あのエルフのホワイトの今度はピンク、開花するとこんな華やかになるんですね。そうなんです、これね、うん、あの伸びて使いにくいようなんですけど、うんうん、こう寄せ植えとか直植えにすると本当にこうふわふわと可愛いですよね。でそれからこれ入ってきたばっかりなんですけど、あのダリアね、ダリアって言ったらもうその秋、そうですね、夏とかね、そういう時で、この冬の寒い時っていうのはもう使わないと思ってたんですけど、確かにあのこういうちっちゃい株の開花苗があの出てきたので、ほあの新しく出たものはまずは試さなくっちゃということでねもう早速仕入れて、まずは軒下からちょっと私は使ってみようかなと思ってるんですけど、ちっちゃい鉢に入れても可愛いし、これであの綺麗にコリッとハンギングにしても、うんうんうん、あの可愛いと思いませんか。いやめちゃくちゃいいですね、はい、これ、はいはい、あと今度はこれも2杯のこの直植え花壇用の、うんうんうん、まあ、一年草ですけどギリア、青い細かい細かいというかちょっとこう松虫草に似たようなそういう花が咲く一年草ですけど、これも花咲いてくるんですね。そうなんです、この膝丈でね、こうあの主張しすぎない青
い花が、でも結構大ぶりの花がふわふわふわっと咲いて私大好きなんですよ。これがちょっと安く見つけたのでゲットしましたこれも楽しみですね、はい、開花するのが、はい、でそれから今今度入ってきたのがペラルゴニウム、3月に私はなったら使うんですけど、あんまり寒くなく暑すぎずっていう頃が使い頃かなと思うんですけど、こう5月頃になると蒸れてきてね、腐ったりとかそんな風に逆になりやすいので、今使っとくと長持ちかなって、まだちょっと寒いかなっていうぐらいから使い始めておいたらちょうどいいんじゃないかなと思って、これは寄せ植えハンギングのために私は仕入れました。なるほど、はい、この辺のちょっと早い時期に使えるっていうのがね、はいはい、そして今使うとちょうどいいのがこの子ですね、ボロニア、はいはい、ちょっとねこう触るとものすごくいい香りするんですよ。あ、香りがするんですか、はい、でこれボロニアピナータっていうんですけどまあ、木なのに大きくならない、うん、ずっとこのぐらいの大きさで、ほうほうほう、何年経っても、まあ、このぐらいで止まっていてくれるっていう意味で扱いやすい子、確かに暑さ寒さにも丈夫っていう感じですね。それからここにあるこの昔よく巾着草といったカルセオラリアですけどね、何これ、はい、かわいい、もう巾着みたいやから巾着草っても、そういう由来なんですね、はい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 、面白い花弁の形してますね、うん、これ、はいはい、で品種がいろいろあってもっとこんなに背丈高くならずにこの低いところでベターっとこの花が咲いて終わりっていう、そういうタイプもある、そういうタイプがこう、まあ、昔からよくあった品種ですね。でこれは少しこうボリュームが出る品種 で、うん、であとはもうちょっと細い花がこう立ち上がって咲くような乱すっていう品種とか、原種のふわっとこう咲く品種とか、いろいろなカルセオラリアがあります。なるほど、はい、この辺はじゃあ今他のも組み合わせて置いてますけど、はい、そうですね、はい、これはどういうこう色の組み合わせとか形とかあるんですか？これはこの黄色を主にして目立たすために黄色で細かい黄色の花からクリーム色ってこういう一つの塊に、本当ですね、黄色ばっかりで組み合わせても花の大きさとか色目とかそういうのでこう一つの作品になると、もうちょっとこう華やかにして色目を足そうと思ったらじゃあここに入ってるこういう茶色、ここにも軸に茶色が入っている、その茶色とここのこのローダンセマムのこの芯の茶色をつないで、ここにも茶色の軸があるっていうことでふわっとほんのりピンクを、この黄色を邪魔しない程度の淡い色ですね。これが濃い色だったらちょっと喧嘩し合うと思うんですけど、この黄色か黄色をメインにしながらも、この茶色系を拾いながらピンクとか紫につなげていって一つの作品になるっていうね、やっぱ色合わせが大事なんですねっていう感じでこう苗をこう組んでいくっていうかね、はい、まあ、ちょっとねこういうこう今組み合わせの話していただいたんですけど、実際じゃあこういうものを組み合わせて作品作ったら、そうですね、どんなバリエーションができるのか、これちょっと次回ね作品紹介で、はい、わかりました、お願いできればと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。